おはようございます、ミネットです。 Wii スポーツリゾート実況プレイ続きやっていきますか。前回ですね、どこまでやったのかっていうと、チャンバラの居合切りやったんですよ。チャンバラの居合切りでとりあえず名人まで達成したんですけど、名人倒したところで終わったんですよね。今回組み手やろうかなと思ったんですけど、居合切りまず負けるまでやってみない？話そっからじゃね。落ちてくるものをどちらが先に矢印の通りに切れるかを競う、とっさの判断が勝負の分け目でござる。いきましょう。待て、立つわ立つ、いくで。まずはエディから行くで。熟練度1076な。集中して、ちょっと集中して。今立ちます、立ちましてる、立ちます、立ちましてるって何？オッケー、ダイヤモンド横。うわ、早っ。よし、ふっ、おい。でもね、こっから速くなってくるのよ、し相手が。だって早すぎるやろ、マジビビる。うわー、読めたのに今。うい、さすがにこれ俺の勝ちね。何やるな。うい、よいしょ。ちょ、待て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 、暴れてる暴れてる暴れてる。ちょ、エアコン消すわ、集中しよう。うわー、集中力が。どっち？よっしゃー、さすがに俺。ふっ、うそー、今の俺の勝ちやろ。うわー、切ったのに。よし、よし、今の切った判定入ってんやな。俺やろ。うわー、そっちか、俺やと思った。嘘やろ、今ので勝てないの？よし、危なー。結構ギリやね、エディ。1076やったっけ、ポイント。よし、オッケー、いきます。うぃぃぃぃぃぃ、早くね、相手たった2本でそんな早い、そんな早い。よし、大丈夫よ。なんだと、今の勝てへんか。いや、これも勝てへんのかい。ぬい、ちょっとパブル弱ってきたんじゃない？げえ、こっちも腕温まってきたで。うわー、弱かったのに、ひよった。うん、なに今ので。げえ、下に構えてるからさ。いや、切ったやん今。うん、あと2本。どっち？うわー、ゲー、マッチポイント。どっち？うわ、しゃこれランダムなんかな、そんなことないよな。安定勝ち、気持ちいいね。60ポイント、どこまでも行くで俺。グエン、グエン、まず構えて下な。達人は下に構えるから。こいつ分かってない、こういうことね。達人は下に構える。うい全然縦に切ってるような感じしいけど。あ、嘘やろ。どっち？おっしゃー、でも今負けた気した、正直。うわー、うわー、集中力が。落ち着け、切れてるぞ。おい、なに？うん、いい調子。うわー、これな、下に構えるから達人は。
早いんよ、下からの動き。なあ、いらん動作しちゃった。なあ、よし。なあ、縦に弱い。縦に弱い代わりに下から強いから。まずい。下読みなんですわ。下読みなんですわ。先に構えてた俺の勝ちな。甘いんだよな。40ポイントしかもらえない。いやー、どん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 強くなってくるからな、こっから。エブ。いけ、行こうぜ。早すぎる。いやー、うえ、これでも一応北判定入んねんな、あいつ。今のでもな。どっち、こっち、こっち。おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、訴えていくから、こうやって。うう、こっち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 。くそ、こっち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 。なんで、うわ、あ、先出ししちゃった。こっちな。ねえ、4対4。よし。よし。いやー、斜めに切っちゃったな。おい。あれでもあかんのか。これでやったらいけるな。この速度、勝てるか。もうお前らに、よう、こっちこっちこっち。訴えに、こんだけ訴えてるのに。ええー、下下下下読み、下読み、下読み、下読み。真逆きた。真逆きた。ほどね。ここまでが、あれか、限界か。じゃあ今日ちょっと組み手やっていこうか。次々と迫り来る相手を薙ぎ払いながら進むべし。3回叩かれたら負け。全員倒せばクリアでござる。ステージいっぱいあんねんけど。どういうこと？どういうことやろうな。構えて。え？関係ない？両手で持ってください。はい。Wii リモコンを上下左右に動かすときは売ることない。いや、それは知ってんねんか。ルール教えてや。Wii リモコンを大きく振ると、剣の威力も速くなります。これはやったよな。一番最初にな。こうやってな。殴るやつな。B を押してる間は僕が分かんない。かわいそう。無抵抗なものを無抵抗をいいことに無限に殴り続けるやつ。いや、あ、ガードしろってこと？はい。あー、そういうこと？真昼の吊り橋。え、こんなおもろいものがあんの？え、ずーっとあれやねんけど、縦に振ってるだけやで。まあでも最初やからこんなもんなんかな。34ルーカ、もっと骨のあるやつが欲しいよな。100人組手みたいなもん、組手みたいなもんやんな。これなんてもんやったっけ、組手やったっけ。ういういうい、無限にしばき続けるから。あ、やべ、いや、よし。ああ。他のいつ、いった。あ、ごめん。マイク殴っちゃった。マイク殴っちゃった。最近マイク殴りすぎて、そうそう、潰れそうやしな。が、ダメだ、瞬間撃つわ。横。オッケー。
こういうことね。一発ぶん殴ったったらいいってことか。残りライフが、残りライフが2ってことは、そのまま引き継がれるのかな。それとも夕暮れの灯台いきます。まずでも最初の方は多分芝居行くだけでいけると思うねんな。ガードしてんちゃうぞ、ガード解きな。ガード解いた瞬間がお前の最後だ。おらおらおら、どこまでいけるか。ルーか、動いてる時間がこれワンチャンさ、ういこうやって、うわうわうわ、やばいやばい、あと一機しかない。ふいふい、85%。 ふい、これ上級者にたどり着くまでにさ息切れるんやけど。ガードやめた瞬間が、うわー負けた。ちょっと待て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 、悔しい悔しい、こんなん悔しいて。斜めこいつライフ多いな。よし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 、いい調子。あ、朝になった。一日中戦い続けてるやん。真昼の海岸。どこまで行くやろな。とりあえず最初は、最初はこれな。最初は振るだけ。相手一気しかないから。あ、でもそんな振らんでもいいんや。一気やし。今思えば。やべ、危ない。こう。何？強気に振らなあかんのか。横切りの方がさ一気にいけへん、こうやって。あ、思いついちゃったな。おい、横や横横や、みんな横。横やったら一気に切れるわ。あいってー、マジか。あいつやるな、さすがに不安。やべ、危ねえ。よし、うわー、ミゲル、なんでお前はそんな強い。ミゲルなんてやつ。一旦我慢。ねえ、何今の音。3体力あったよな。トットットーンっていってよ。トットットーンや。マジか、あんなんでいいんか。いいことしちまったな。ノーミスクリア、おめでとうございます。組手の達人。よし、まず横な。横から行くで。よしよしよし、横。こいつら全部横で倒したら簡単にいけるから。あれ、一旦ガードしようか。ういうい、こいつ多少さ強めに打たへんとさ中ボス倒せへんっぽいねんな。うい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 えい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 、だっだったん、これ強いな。これ使っていこう。えい、よし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 、慣れてきたんちゃう。オッケー、パートが2つあるやつに気をつけろ。そこな、
おし、80%。横切りな、横切り。しっかり意識しろ。ゲー。ボスいるな。何？このさ、これ強ない？これ、じゃボス倒すときのさ、攻略法思いついたぞ。トトトトト、これ連続斬り、無呼吸連打な。これ使っていこう。どんどん行くで。これ一瞬で終わりそうやな。だって力いらんわけやもんな。どんだけ強くしようが弱くしようが結局HP が1しかない以上、3しかない以上、これでいいわけやもんな。いけ。よし。横、横、横、横。横。下から横な。下から横な。よし。構えといた瞬間に行くから。よし。おっしゃ。これ強いな。使っていこう。大振り、ガードさせない、攻撃最大の防御きたな。ミア、よし、匠、あと 40%。 どんどん行くぜ。うわ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 ー、つだで、よし、オッケー、オッケー、そのままボスごといけ、ボスごといけ。あぶね、ちゃんとガードしていけ。おー、横切りマジ気持ちいい、これ。よし、いて、いて、あぶね、ガードしよう、ガードしよう。危ねえ、危なすぎ。よし、どんどんステージ行こうか。夕暮れの遺跡ステージ6。何本はね、あんやろな。まずは横切りから、横切りからな。しかも詰めていくのもさ、横強いねんか。えっ、ガードしてきよる。できれば一発クリアがいいな。タツアキ、タツアキってなんかいたよな。タツアキいたよな。めっちゃ苦戦した記憶あるけど。意外とここやったら弱いんやな、タツアキ。よし、おね、おい、よし、楽に行こうとするな。楽に行こうとしたらすぐやられるからな。よし、横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 。これ何してんの、これ。トミーとの1対1やってる間にさ、周りがくたばっていく。これ強いわマジで。うい、いけ。やべ、危ね。そ、おさ、めんめんな、めんめん。うわ、いい調子。だいぶ温まってきたんじゃない ?599。意外とさ、横横横横横ってやってたらさ、相手ガードするからさ、ちょ、これマジ強い。みんなほんまふざけてるように見えるかもしれんけど、ちゃんと腰してるからな。これマジおすすめ。これ強いわ。こいつには効かへんねんな。
こいつに横聞かへんねんな。でボスが増えてきたってことはあんまりこれおすすめできないかもな。よしよしさ、ほらボス増えてる。あぶね、ヨシさん来た。うえ、これライフ1のやつはさ、これでいいねんけどさ、2あるやつにこれ効かへんねんな。ここら辺はこれでいいな。しんのすけ横、よし。なんか今まで戦ってきたやつらがいっぱいいるわ。うえうえうえ、懐かしいやつらがいっぱい来たわ。大丈夫？横、あぶね。うえ、あー結構来るなこれ。縦に構えてんじゃねえぞ。おいこら、よし。甘いんだよな、甘いんだよな。オーナイボス、中ボスみたいな。うえ、なに、あぶねえ。アブロもいるわ。さっき戦ったやん。いって。いやー、これが限界。うい、いいぞいいぞいいぞ。これいけるぞ。 65%? なんならノーミスでいけるかもしれん。ルシーヤ、うい、ミア、こんなやつおったっけ。ゲー、ヘレン、多いな。いっ、ボスごといけ、ボスごといけ、ボスごといけ。こうよこうよ。しゃあボスごといったったな。今の多分体力3あったぞあいつ。それがこれよ。よし、横横横、ボスごといくの、ボスごと。よし、来たな。関係なしと、関係なしと。ボスどこまでも行こうぜ。休憩されたらいかがですか。いやもう行きますよ最後までね。大丈夫よ、集中して。横や、横横横横横で勝てるんだから。横、雑魚的には横な。まず最初投げ払っていこう。初見クリアで終わらせるからな。縦に構えとる。うし、こういうな、ライフ2のやつはな、ちょっと集中しないと体力持たへんからな。だから回復とかがあったいのにな。うわ、よし、オッケーオッケーオッケー。こういうやつらにライフ奪われるな、間違っても。達成率がどんどん上がっていく。いいね。うえ、作業よここは。作業感覚でやれ。ういうい、これでいこう。これこれでいいやん。あ、強い強い強い。これでいいわ。これ見といて。これでいいわ。よし、思いついたぞ。おい来いよ。いた、いた、いた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 。あぶね、あぶね、危なすぎる。こういうライフ2のやつには効かへんから。あ、効くわ、聞く聞く聞く。いって、危ねえ。よっしゃー、よし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 、思いついちゃったな、ついに。840まで来た。あと2つやろ。いけるいける。うわ、ボスばっかりになってきた。これでいけるかな。一回やっていい？無理や無理や、これじゃ無理や。
これじゃ無理や。ボスだけじゃ無理や。横に構えてる。よし。よし。雑魚敵は今まで通り行くで。いや、うわ安藤竹、こっから先なんでお前そんなちょっと強いね。なんでそんな強いね。ちょっとうっ、よし、おい、うわ今の気持ちいい。マジかよ、見えづら。そういうこともしてくると。なるほどね。これ何目的で言ってんやろな。てか今更ながら。よし、雑魚敵と一緒に倒すで、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 こうさりげなくな、さりげなく体力奪っていくんよ、こうやって。やべ、あぶねえ。ういういうい、おっしゃー、ライフ3残し、ラストラストよ。イエー、ファイナルステージ夕暮れの火山。お前ってどんなやつが待ってんやろな。なんかこういうさ、うわ、こういうライフ1のやつも強くね、普通に不安やわ。稽古でこんなんな、引っ張ってこうへんかったよ今まで。よいしょ。モブをさ、あの1対1してるときにさ、あんま構えとらへんからさ、周りのやつら結構チャンスなんよね、それが。そうそうそう、こうやって雑魚敵と一緒にボスも倒していくんよ。あぶね、よしよし、うい、うい、うい、やべ、あぶね、うい、なに、くあ、危ない。集中して集中して、これで終わらせて、一発で終わらせて。よしよし、おい、熱い熱い、火山が熱いぜ。全員やで、全員やれ。うっ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 、顔面脳天直撃させろ。よっしゃー、はい、チカチカっとチカチカしてきたな。関係なくいく、浮いた。うわー、さあで、チカー、うい、よいしょ。お前は何やねん、お前らは何やねん。地下来た、地下来た。よし、
お前はなんやねん。ほらボスのふりしやがってからに。こうよこう、これでいいんや。先越えました、名人です。大体名人にはなれるな。問題はそっからやな、裏ステージ。うわ裏ルートとかあるわ。